どっかの作家が言ってましたよ。時間の使い方の下手なやつが、まずその短さに文句を言うってね。人生において、一休みすることも大事だと思いますよ。いいですか。荷物っていうのは人生の垢みたいなもんです。増えれば増えるほど身動きが取れなくなっていく。だから、こういう機会に減らしといた方がいいんです。なくして初めてありがたみがわかるもんってありますよね。新しいの買わなかった。そういうもんに限って、なかなか出てこないんですよね。まるで探してくれんの待ってるみたいに。学べば学ぶほど自分が何も知らなかったことに気づく。気づけば気づくほどまた学びたくなる。今日という日は残りの人生の最初の一日。楽しもうぜ。人は過ちを犯す。どんな立派な人物も失敗はする。大事なのは自分がいけなかったのだと認めること。間違いを認めることは何より難しい。